戦時中に着用されていた電熱航空被覆のケースです。第二次世界大戦時の技術進歩として注目される電熱航空被覆ですが、極寒の飛行環境でのパイロットや航空クルーの生存率と効率を向上させるために開発されました。戦時中の航空作戦では極度の寒さがパイロットやクルーのパフォーマンスに大きな影響を及ぼすことになります。特に高高度での飛行中、気温は非常に低くなりがちで、このような条件下での体温の低下は凍傷や意識の喪失につながるリスクがあり、電熱航空被覆はこれらのリスクを軽減し、航空任務の成功率を高める重要な役割を果たしていました。その名の通り、仕組みとしては電線や発熱パネルが衣服に縫い込まれており、これに電力を供給することで発熱し、体温を保つよう設計されています。電源は航空機の電源システムに接続されることが多かったですが、バッテリーを使用したモデルもありました。ケースは軽量コンパクトなグラスファイバー製のもので供給されていました。電熱技術が導入される前は複数層の服を重ね着することが一般的で、これにより体温を保持し寒さから身を守っていました。電熱航空被覆以外でも航空帽や航空メガネ、酸素マスクや救命胴衣、落下傘など最新技術を駆使しているものが多くありました。反面、資源やコストにより制限されることもあり、また初期の装備が実戦での経験をもとに徐々に改良されていった例も多くあったようです。このように戦時中のパイロットが使用する装備は最先端技術の恩恵を受けていた部分もあれば、資源や技術の限界により改良の余地があるものもありました。これらの装備はその時代の科学技術の現状と限界を反映しています。Thank you.